じゃあ今日もやりますか。今回のテーマは働かない人は悪なのかっていうテーマで、まあ働くっていうことについてみんなと語っていきたいよね。はい、ジーマさんいらっしゃい。みんなで議論していきましょう。働いてない人増えてると思うんだよ、結構。で、それが悪なのかどうなのかっていうのをみんなで議論しようよ。シャラマンワード2、いらっしゃい。楽しんでいってください。新しいフォロワーさん紹介します。ゆうたさん、フォローありがとう。ありがとうございます。お、あおちゃんワード2。先週の金曜日に仕事辞めました。ほう、そうなんだ。じゃあタイムリーな話題かもね。なんで辞めたのかとか、ぜひぜひ、ね、いろいろ掘り下げていったら面白いと思うんで、ぜひご意見をください。今回のテーマは、働かない人をどう思うのか、働かない人は悪なのかっていうテーマです。まあこれね、釣りタイトルじゃないけど、働くこと全般についてみんなで考えようかなと思うのが今回のテーマかな。おい、ジュピターワード2、いらっしゃい。あと、今月で月末なんで、もしよかったら、目標達成したいんで、アイテムしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。月末よろしくお願いします。あと1万。ぜひぜひ。みんなどう思う？みんな働いてんの？ちなみに。和道リスナーって。働いてる？どうなの？ニート率とかどれくらいなんだろうね。アンケート機能あったっけ？ふわっちって。働いてる人多そうな気もするけど、働いてない人もいるんだろうな、多分。どうなんだろう。4月から新卒。あ、ジュピターってそんなに若いんだ。へえ、大学卒業した年齢なんだ。ワドリスナー結構年いってるイメージあるからな。若いリスナーだ、気づかなかったな。あ、そうだったんだ。これから社会人になるんだ。頑張ってね。雇用保険に加入してくれなくて辞めました。ブラック企業。なるほど。辞めたのに、まだ留守番電話、メッセージありました。なんてメッセージがあったの？はい、小田井さんはどつ？なんてメッセージあったの？まあ、雇用保険に加入しないのは、ダメだよね。それね、クレーム入れる場所あるから、クレーム入れた方がいいよ。どこだっけ？労働局だっけ？労働基準局だっけ？そうするとその会社、罰せられるから。通報窓口に通報した方がいいよ、国の機関に。京子さんいらっしゃい。初見さんかな？初見さんじゃないか？京子さん。京子さんはどつ？今日シフト入ってますって。あー、ブラックだね。なるほど。雇用保険入れてくれないのはダメだね。その、決まった。なんだっけ？どれくらい稼いでたら雇用保険入れないといけないっていう決まりがあったよ。確か国、企業側に。いくらだったっけな？ある程度いったら雇用保険入れないとダメなんだよね。でも、雇用保険でほら、会社が半分負担するから嫌がるんだよね。小さい会社とかだと。セブンも問題になってた。お、レクチーいらっしゃい。一緒に考えましょう、働くことについて。たまにちょこちょこ出てきます。そうなの？ありがとう。京子さん。週40時間。
週40時間。ああ、じゃあまあ普通に週5で働いたら雇用保険入れないダメなんだね。ブラック企業ね。孫子が言ってた第三次世界大戦起きそうですね。そうだね。第三次世界大戦は起こんないんじゃないかな。お、マネージャーさん久しぶりっす。ウォーリーさんいらっしゃい。俺働いてますよ。うん。ウォーリーさん、俺働いてる働いてる。初見さんいらっしゃい、ホーリーおじさん。楽しんでってください。なんかあった時責任ね、責任取れないじゃんね、会社がね。これハチいらっしゃい、シヤカいらっしゃい。外国人労働者が増えてきて日本人の人口働き口なくなりそう。いや実際そういう政策だからね。だからもう日本人の若者に働かせるんだったら、あの外国人雇った方がいいよねっていう政策なわけだから。うん、政府の。のぞみの部屋さんいらっしゃい、こんばんは。でもあれだってよ、そのなんか産業革命の頃ってなんか機械に仕事が取られるってなんかあったらしいよ、そういうのは。食がなくなるっつってさ。まあ実際それで食なくなった人いっぱいいるだろうからね。パラダイムシフトとか言うけどさ、その今情報革命なわけだけどさ、それでも仕事減るわけじゃん。で特に外国人とか。お、仕事中だ、いらっしゃい、マキルさん。何が起こるか分かんないよね。安定した仕事なんかないよね。働かない、働かなくとも他人に迷惑かければいいかな。オレオレ詐欺とか。オレオレ詐欺とかね。よいしょ。まあ俺もそっち派かな。他人に迷惑かけないんだったら別に働かなくてもいいんじゃないっていう。俺はそっち派だね。俺も AI に仕事取られてるやつ。はい、ワード2、ニアいらっしゃい。最近外国人多いと。そうそうそう、だって外国人を移民で雇うっていうのは雇用、要はそのなんつうの、働く人を増やすためじゃん、簡単に言ったら。まあほら、あの若い人が生まれてないっていうのも原因があるけどね。おー、初期は、あのありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます。月末なんで、あの頑張ります。自分の葬式代ぐらいは貯めときたい。あー、どうなんだろうな。それはあるかもな。周りに迷惑かかっかんな。仕事しないと世の中回らんから、俺以外は働いてほしいかな。あ、じゃあ千本さんは結構働くのは嫌だって考えるんだ。おー、あ、ニア風船プレゼントありがとう。月末で目標達成あと1万ポイントなんで頑張ります。なんとか12時回るまでにクリアしたいっすね。まだ一回もね、目標達成できてないからね、そろそろ達成したいよね。今月こそはっていう。おー、働くことってでも楽しいことだと思うんだけどな。俺結構働いてあり派だと思うけど。ハッチありがとう、風船10個。ありがとうございます。なるほどね。ハートプレゼントありがとう。じゃあなるべく働かない方がいいって考えるの？みんなは。なるべく働かない方がいいじゃんっていう。ハートプレゼントありがとう。これ結構働くことって面白いことだと思うけどな。だって暇じゃない？家にずっといてダラ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 してても。だったらなんか時間を使って稼いだ方が有意義じゃないかな。どうなんだろう。収録で働いてます。いいじゃん、いいじゃん。
ねえ、稼げるコンテンツを提供できて、稼げる、それと一体化してれば働いてる感覚は消え去りますね。ん、どういうことだろう。稼げるコンテンツを提供できて、稼げるコンテンツを提供ってなんかおかしくない？稼げるコンテンツっていうのは何？ニーズがある商品を提供できるって意味かな。それと一体化してれば働いてる感覚を消え去る。ちょっとごめん、ホーリーおじさんよくわかんねえわ、俺。何が言いたいのか。ゆかさんはどっちです。金があれば働かなくてもいい。あー、いや、俺金あっても、なんだろう、働いた方がいいとは思うけどな。金あっても、なんか暇だっていうのが俺の感覚だから、稼げるんだったら稼げた方がいいかなって考えるかな。高橋克典さんいらっしゃい。普通に生活できてたら働かなくてもいいけど、世間体考えて働いておく。ああ、じゃあ倫理観、ああ、そっちなんだ、みんなは。俺は別に周りに迷惑かかんないんだったら無理して働かなくてもいいと思ってるんだよ。無理して働かなくても。でも、金稼げる能力があるんだったら、金稼いだ方が有意義なんじゃないかなっていう感覚なのよ。だから、働いてない人を別にとやかく言わなくてもいいんだけど、働いてた方が、面白くないっていう感覚だね。5年以上働いてない。すげえな。5年後にニートになれて日本、え？ニートになって、5年後にニートになって日本出ます。あ、5年以上休んでないと。で、5年後にニート。ニートっていうか、だからあれでしょ？無形資産を、マネージャーさんは無形資産を作って、ニートっていうか、その稼げる仕組みを作るか、もしくは貯蓄を蓄えて日本から出るみたいな感じだ。あ、じゃあ、みんな働きたくないっていうのはだんだん分かってきたわ。それがちょっと意外だった。働きたくないんだね。基本的には。働くと生きてる実感みたいなのを湧いてくる。俺もね、なんだろう、その、なんだろうな。何もしなかった時よりも、動いてたり、稼いでたりしてる方が、なんか楽しいっていう感覚があるから、俺は働く肯定派かな。仕事と遊びどっちとる？俺はだから仕事で遊んでるからかな。仕事と遊びどっちとるっていうか、楽しいことしかやらないって決めてるから。だから、サラスさんありがとう。うん。サラスさん、花火ありがとうございます。働くの好きですね。あ、ホーリーおじさん働くの好きなんだ。じゃあ俺と同じ意見だ。うん。俺も、なんか働くこと、なんつうんだろうな。すごいね、でもみんなの言いたいことがわかるんだけど、それをどう言葉に変えたらいいかなっていうのにすごい迷ってて、なんなんだろうね。その辺もっと掘り下げていきたいよね。あ、僕も世界見たいですね。ムクムクさんいらっしゃい。金があるに越したことはない。間違いないね。本当に。金は不幸を減らすし、金があればあるほどやれることが増えるから、選択肢は広がるから、俺は金はあればあるほど有利だと思ってるね。金があれば幸せになれるは別。そうは思わない。ただ、金があればあるほど選択肢は広がると思ってんのよ。例えばさ、俺、ベルルッティ最近入ってないの。俺昔さ、ベルルッティのショップ行って、ああ、これ買おうかなと。買えないんだよ。買えないんだけど、ああ、ちょっと再来月とか半年後この財布欲しいなとか、この靴欲しいなって、買えなくても射程圏内なんだよ、それ。ベルルッティでよく、あ、ベルト欲しいなとか言ってたけど、俺生活保護になったからベルルッティに入ってないもん。一回入ったかな。だから、なんつうんだろう。そう、選択肢が減ってるんだよね、やっぱ。100均に行く回数が増えちゃってるから。だからその辺意識レベル低くなってるなって思って、その辺変えなきゃと思ってる。働きたくないじゃなくて、社畜になりたくない。あ、まあ、それはあるよね。それはあるよね。働かないと遊びがつまらなくなっちゃう気が。でも、それ趣味の考え方じゃないの。働いてて遊びがつまらない。どうなんだろうな。それ趣味の考え方な気がするな。働くのは嫌じゃないけど、朝起きた時に行きたくねえって思う。そういう日はあるよね。俺でも結構今の職場、基本的に行きたいって思うかな。金はあくまで手段の人。そうっすね。そんな感じしますね、僕も。マネージャーさんと同意見。メロンいらっしゃい、わざつ。10年以上働いてなくて働き、あ、そうだったんだ。もともとニートだったんだ。ハッチ。あ、知らなかった。はい、ワード2。おい、みさきちゃんワード2。バーガープレゼントありがとう。頑張るね。ちょっと今月締め日なんで、頑張ります。あと1万。
熊田門さんいらっしゃい。楽しんでってください。一緒に考えましょう。働くこととか働かないこととか考えましょう。お、アイラー絶好調だね。600発花火すごいじゃん。笑ったよ。新しいフォロワーさん紹介します。ホーリーおじさんフォローありがとう。バカプレゼントありがとう、アイラー。ノルマに向かって数を稼ぐより、ノルマに追われる仕事ならいいかなと思う。ノルマに追われる仕事、時間の経ち方もそう。ああ、じゃあこれはやってねって言われてそれをこなしていく方が楽なんだ。千星さん、この企画いいよね。みんなで考えよう企画。バーガーたくさんありがとうございます。仕事してない時って時間はあるのになぜか遊べない。俺でも、ああまあ俺でも4時間労働だからな。俺の場合はちょっと特殊だよな。好きな仕事できてる人は羨ましい。それあるよね。俺も本当にそう思う。なんか好きなことを仕事にできてる人っていうのはある意味最強だと思ってるね。バカプレゼントありがとう、アイラ。なおちゃんまた2楽しんでて。今回のテーマ、働くこと、仕事って何なんだろうっていうのをちょっと考えようかなって。前回はね自殺の問題だったけど、今回はね働かないとか働くとか労働とは何なのかっていうのをみんなでちょっと煮詰めていって、何が最強の考え方なのか、どうしたら人生得するのかっていうのを徹底的にみんなで考えようよ。自分も、自主的になんかやれって言われるときつい。そうなんだよね。それはある。あのね、そう、やりたいことを何なのかっていうのを煮詰めるのってね、ほんと大変なんだよね。そう。で、考えることって大変なんだよ。だからさ、何やってもいいよ。だから日本人の自由って何もしないことだと思ってるじゃん。あれ違うんだよ。こう、俺の考える自由っていうのは、外圧から束縛をされてたりとか、縛られてる状態を解放することが俺自由だと思ってんの。要は、こんなの嫌だっつって、ふわーって開けた瞬間に自由になると思ってんの。でも日本人ってそうじゃなくて、ダラダラしたりとか何もしなくていいのが自由だって感じてるじゃん。俺ね、それはね、自由でも何でもなくて、なんだろう。だから若いうちに苦労しろっていうのは、本当にそう思うんだよね。お、秋久さんいらっしゃい、待ってたよ。いいね。いいね。憲法、労働とは国民の義務だから。まあ憲法のね話もしたかったんだよ、ちょうど。だけど国、憲法でさ、そんなこと言うのっておかしくない？別にさ、働こうが働かまいがさ、国にそんなこと言われるのっておこがましいと思うから。俺、日本の憲法のね、やっぱりね、憲法の中に国民を縛る条項が入ってんのおかしいと思うんだよね。考えれば考えるほど皆さん得してる。あ、俺も全く同じ考え方。実は考えるのって苦しいんだけど、どん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 頭が良くなっていくし、考える癖をつくと、やっぱ生き方が変わると思ってんだよ。だから俺は、その考える人が好きだし、考えてる人間は強いと思ってるね。常日頃考えてる人間は最強だと思う。働きたい職種はあるけど、病気で働けない。なるほど。情報誌見ながらため息がついてる。あー、なるほど。病気か。あー、難しいな、そうなってくると。ブースカいらっしゃい。大量に働かせて一部が儲かりたい。でもまあ資本主義ってそういうことだからな。株主はほら、投資した分減る代わりに、リスクを取る代わりに、儲かったら全部株主のもんだからな。周りを助けること、旗を楽にする。なるほど、働くか。なるほどね。納税の義務と労働の義務一緒のことなんだな。いや、違うでしょ。全然違うよ。だって労働して税金払わないやつもいるんだからでしょ。だからセットじゃないよ。働いてくださいねっていうことと、納税をしてくださいねっていうのは別のことだよ。専業主婦で旦那さんのお給料で生活してるのはニートですか？俺は専業主婦はニートだとは思わないかな。むしろ、俺は専業主婦って立派な職業だと思ってて、もっと尊ばれていいと思ってる。実際奥さんが洗濯物してくれたりとか、買い物したりご飯を作るって、相当労力かかることだと思ってて。で、俺は何よりも、子育てをしたりすることっていうのは、母親に任されて一番の責任の重たい仕事だと思ってるのね。
女の人からすると、女の人の職業って何なのかって言ったら、子育てっていう役割かなりでかいと思ってるから、でそれってやっぱ男の人ってできないから、俺はだからそれは仕事してるっていう風に考えるけど、働かないんじゃなくて働けない人が多いから、その人に合った職場作りを企業は考えてほしい。日本税金高すぎ。日本はね、税金が高いんじゃなくて、まあレクチの言ってることわかるんだけど、あの低所得者層から取りすぎなんだと思う。税金は別に高すぎるっていうよりも、取る場所を間違えてると思ってるね。むしろ国家予算足りてないぐらいだからね。悪ではないけど、引きこもりの予防にはなる。引きこもりって悪いことなのかな？どうなんだろう。引きこもりは俺別にありやと思ってんだよね。引きこもっても誰の迷惑にもかけてないからさ、いいんじゃないかなと思うんだけど。なんか引きこもりとかニートとかを叩く文化って、俺は働いててこんなに苦しんでるのにお前は楽するなっていうひがみ根性から来てるような気がして、それは別になんか他人にとやかく言われることなんじゃないんじゃないかなって思うの。別に働かなくてもいいんだったら働かなくていいんじゃんみたいな。日本の税金は安い方みたいね。取り方が良くない。そうだから税収が賄えてないから取り方を間違えてる気がするね、俺も。だから若い人からすると高すぎっていう感じだろうけど、トータル的に見ると別に高くないんだと思う。ああいいこと言うね。生きることは働くこと。だからその生きる目的とお金を稼ぐ手段っていうのが一致した時幸せになれると思うね。自分は生活を豊かにしたいから働きまくるねえ、絶対生活豊かになるからね、働いてれば働いてるほど。同意見かな。あんまりね、なんかね、楽したいっていうのがないんだよね。やりたい仕事がないのってやばい。でも多くの人がそういう人だから、そのやりたいことがある人って株主になったり起業したり会社を作るわけじゃないですか。だから多くのやりたいことが見つからない人のために企業はビジョンを提示したりとか、俺こういうことやるからお前ら一緒に仲間になってくんねっていうのが俺は起業家だと思ってるから、そういう社会が成り立ってるわけだから、全員起業家になるっていうのは結構なんか大変というか不可能だよね。カエルさんは2、8、働き始めた時は嫌々だったが、働くことで世界が広がったし、本当の意味でいろいろ自由になった、ね、だよね、やっぱね。俺も働くのはめちゃめちゃ楽しいことだと思ってるね。そう。なんか、ニートってもったいない気がするんだよ、すごく。なんか、実は働くことってさ、社会とのつながりができたりとかさ、恋愛だって職場がほとんどじゃん。学校か職場じゃん。人間関係そのものだと思ってるから。なんか最近どもるんだよね。ニンニンって言っちゃったよ。人間関係って言おうとしたら、ニンニンって言っちゃった。ポテさん、フォローありがとう。別に最低限の生活をで良ければ、働かなくてもいいけど、個人の自由なのかな。まあそうだと思うよ。他人のことをとやかく言うことじゃないと思ってるかな、俺は。自家用ジェット機欲しい。マジか。マジで。自家用ジェットってすっごいコスパ悪いじゃん。マジで言ってんの。しかもさ、あれをね、俺ね、それ結構反対意見なの、マネージャーさん。なんでかっていうと、自家用ジェット持ってますって、ぶっちゃけた話言いたいだけだと思ってんの。で、言いたいだけだんだよ。それでいいんだよっていうのはわかるんだよ。で、なんでかっていうと、俺結構オタクじゃないですか。俺がもし自家用ジェットを買うんだったら、自家用ジェットを飾る家がないとダメだと思ってる。よく言うんだけど、ハーレーダビッドソンを200万で買って、ハーレーダビッドソンを外に放置してて、雨ざらしにしたら格好悪いじゃん。だからガレージが必要なんですよ。ハーレーダビッドソン買う人って。で、ビニールシートかけてたらダサいじゃん、ハーレーを。だから、っていうように、自家用ジェットを普段眺めたいじゃないですか、自分のものを。おー、俺のジェット機かっけーだろうって自慢したいじゃないですか。だけど、自家用ジェットって買ったはいいけれども、飛行場に置いとくだけだし、飛ばすときにすごいコストかかるじゃないですか。だから、なんて言うんだろう。だったら、なんかそのシェアみたいなのシステムとかあるから、金持ち同士の、そういうのでいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね、僕は。はじめまして、いつもこっそり楽しく見てました。あー、ポテさんありがとうね、フォロー。楽しんでってね。コメントするともっと楽しいよ。
良い職場環境に当たれば天国ですね。それはあるよね。労働階級の人っていうのは、やっぱり職場選びが一番大事だと思うね。みんながやりたいことしかしなかったら仕事が成り立たないかもね。俺ね、実はね、それ反対派なんだよ。やりたいことだけやってても仕事回ると思ってて。俺、単純作業がすごい苦手なのね。単純作業すごい苦手なんだけど、単純作業の方が楽だっていう人、職場にいるんですよ。考えなくて時間が過ぎるからすごい楽なんだって。で、本当にそれがいいんだって。他の仕事したくないんだって。だから、実はね、社会ってうまく回りそうな気がするんだよな。だから結局その単価、お給料、やりたくない仕事とかってお給料上げるっていう仕組みじゃん。だからね、なんとか成り立つような気もするんだよね。自家用ジェットはセレブか富豪しか無理だろう。あ、マネージャーさん富豪っていうかバリバリ稼いでるんで。マネージャーさんかなり稼いでるんで大丈夫です。はい。マネージャーさんできる人なんで。セシボンさん、自家用セスナー欲しいって免許調べたけど諦めた。あー、パイロットね。そう。だから俺はもしマネージャーさんが言いたいことわかるんだけど、家も手に入れてほしい。で、ワド来いよって言って、俺のジェット機いいだろ、コックピット乗れよまでやって初めて自家用ジェットを所有してるっていう感覚。これよく言うんだけど、ハーレー・ダビッドソンとか、アメリカ人の車の考え方なんだけど、自分で必ずいじるでしょ。自分で修理するでしょ。あれって要は何なのかっていうと、所有の概念が日本人と違くて、ハーレー・ダビッドソンを200万で買ったらオーナーになったじゃないんだよ。彼らにとっては。それはあくまでハーレー・ダビッドソンから買っただけなの。でも、ハーレーってなんで壊れやすくできてるかっていうと、いじって修理するためなの。自分で触ってその構造とかエンジンとかタイヤ交換とかができるようになって初めてオーナーになるっていう概念があるの。だからアメリカの親父って機械いじれんだよ。それと同じように、やっぱり自分が触れたりとか、自分が触りたい時とか、自分が眺めたい時に見れないものっていうのは、それは買っただけであって所有してる感覚じゃないから。だから家に自家用ジェットがないと、俺はなんか買った気にならないんだよね。ほんまかいな。どこがほんまかいな。島次郎いらっしゃい。楽しんでて。なんだっけ。どこまで行った？秋久さん。ただ、会社長期で休んでも回ってたから、辞めたければ辞めればいいと思った。あー、そうなんだよね。実はさ、自分じゃなくても回る仕事って俺は仕事だと思ってなくて、自分にしかできないことをやるのが仕事だと思ってるかな。新しいフォロワーさん、大衆さん、フォローありがとう。自分ができないことをしたくないことをお金で引き、もらうのは同意見。まあ、そういうもんだよね。働かない人は働く女性に養ってもらおう。お、俺それ賛成だね。かっちゃんは脱。はじめまして、いい話してますね。あ、大さん、フォローありがとう。いや、みんなで喋ってるだけだよ。うちの放送はね、結構みんなでね、なんか、いろいろ、ああでもない、こうでもないって、いろんな意見話してます。もしよかったら、ぜひぜひご意見を。超絶ブラック職種だけど好きでやってる。へえ。あ、でも、俺思うけど、漫画家とかミュージシャンとか作家とかも、売れたら、超勝ち組だけど、売れる前では超絶ブラックだと思ってて、アニメーターとかって3万円とか7万円とかしか稼げないらしいじゃん。ずーっと十何時間書いてて。だから、そういう好きなことやってたら別に稼げなくてもいいんだろうな。俺もだから、なんつうの。俺も別に配信で稼げなかった、辛かったけど、でも続けられたもんね、なんだかんだね。だから、猫カフェに行った後に一気に虚無感が押し寄せてくる。あ、猫カフェの虚無感と風俗の虚無感は一緒だと思うよ、多分。要は そういうことだよね。なんだろう。風俗とパチンコに行った時の虚無感って半端なくない？何なんだろうね、あれ。まあ、女の人は風俗行かないから分かんないかもしんないけど、何だろうね。風俗行った後のあの虚無感。まったり配信をつきます。ありがとう、かっちゃん。人間の卵、ワード2。配信ってブラックやな。だから、なんつうんだろう。なんだろうな。
やっちゃいけない仕事っていうか、道楽系の仕事ってあるじゃん。趣味の延長上みたいな。だから音楽、絵、音楽、イラスト、配信とか、なんつうんだ、芸人さんとかさ。そういうのはブラックどころじゃないと思ってる。一部の人間が評価されたらいい人生になるけど、99% の人間はさ、もう、なんか、なんつうの、地獄を見るよね。賢者タイムって女にあるよ。あるある。うん、俺はだから、働く時に何考えたかっつったら、まず、場所で拘束されるのが嫌だなって考えたの。ハッチ、花火ありがとう！花火ありがとうございます。アニメーターって潰しが効かなそう。潰しが効くってどういう意味だっけ？アニメーターはいっぱいいるんじゃないの？絵描ける人、余りまくってるって言われてるから、逆に、その絵描けるのに食えなくなっちゃってんだよね。美容師もそうだけど。風俗嬢、可愛い子だったらいいけど、ブスだったら金をドブに捨てた虚無感。いや、俺、可愛い子でも同じ現象起こるよ。風俗行くと虚無感があるから、俺、風俗行きたくないっていうのもあるもん。同じ場所で毎日は無理。あのね、同じ場所に通うのは別にいいことなんだけど、なんだろう、まず、時間拘束と場所の拘束って、すごくもったいないと思ってて。あ、ブルさんお疲れ様です。なんか人生って絶対取り戻せないのは、まず時間なんですよ。だから、働いちゃうと、やっぱり、俺思うのが、そう、なんかで事件あった時に、働いてる時、生放送できないんですよ。現場、新宿で殺人事件が起こりましたとか、大地震が起こりましたって言ったら、やりたいんだよ。配信を。だけどできないから。だから、俺は、だから、ツイッターとか休憩中見てて、いつもぐぬぬってなってるね。便所太郎さんがなんかやってるとか、鮫島さんが配信やってるって言ったらさ、その分リスナーも獲得できるし、その分稼げるわけじゃん。俺にはそのチャンスが今ないから、それはね、なんか俺人生ちょっともったいないことしてるんじゃないかなっていう罪悪感がある、配信に対して。だからなるべくその配信だけで食っていけるようにはしたいなと思ってる。高野はちみつさんいらっしゃい。初見さんありがとう。面白かったらフォローしていってください。教えていただきたいのですが、確定申告はふわっちのポイントの状態でも所得としてカウントするのですか？現金化したポイントのみ確定申告でいいのでしょうか？現金化したポイントのみでしょう。多分日本の法律だと。わかんない。調べてください。僕は、まず、その去年の分だから。で、去年の分っていうのは全部収入にしてるから。俺は。だからそれは確定申告します。だから人によると思うよ。ポイントだけだったら多分、円じゃないから申告できないよね。円じゃないんだもん。財産じゃないんだもん。日本国的には。面白そうな話題だから。そうそう。なんか働くことって何なのかなっていう。みんなで議論しようよ、つって。で、今出てる意見っていうのは、まあ働かない奴は悪いとか、いや別に迷惑かけないんならいいんじゃないのとか。じゃあ専業主婦ってどう思うとか。みんなそれぞれの立場で話してるから、なんか面白いんだよね。まあそれを踏まえた上で、まあ、例えばその10年働いてなかったけど、10年後に働、10年間働き始めたら楽しくなって今10年働いてるわとか、なんかいろんな人生があるなと思って。働かざる者食うべからずについてどう思う？俺は、あ、トトチさんそれすごくいいことだと思ってて、働かざる者食うべからずっていうのを言える権利があるのは、養ってる人だけ。これが俺の意見。もし、俺が働いてない人と一緒に生活してて、俺がそいつを食わせてたら、働かないんだったらお前には飯食わせねえよっていう権利が俺にあると思うの。ただ、どっかの誰かとか知らない人が働いてなくて、働く者食うべからずっていうのは、ふざけんなって話だよね。働いてない奴からしたら、お前関係ねえじゃんと思うの。だから、親であったり兄弟であったり何でもいいんだけど、養ってる人だけが言える権利だと俺は思ってるかな。トトシさん、これは俺の考え方。まあまあ、人それぞれいろいろあるだろうけど。新卒採用から外れれば厳しい時代だからね。アルバイトであれば可能だけど。まあ、バイトは腐るほどあるからね。ありがとうございます。再度調べてみます。ありがとうございました。いえいえいえ。シュマジロー何？ポイントで稼いでんの？ふわっちで。ハッチー、花火ありがとう。サナ、和道さんは、何年か前にオレオレ詐欺で捕まった人ですよね。そうだよ。俺4年前捕まってるよ。メロン。
二度と戻らない時間を1時間1000円くらいで売って後悔しないのかな？働く以外選択しないけど。あー、いや、だから、自分が1000円以上生み出せる人だったらもったいないよね。1時間で1000円以上生み出せて2000円稼げるのに、バイトで1000円やるっていうのは、ちょっと変だよね。はい、こんばんは、ラリラリさん。ステアカー風船ありがとう。でもね、働かなかったら当たりが強いよ。僻んでくるというか、なんというか。まあ、当たりが強いっていうか、だから、世間体みたいなのは別に気にしなくていいのかなとは思うけどね。だって、そいつは自分の人生面倒見てくれないじゃん。だからまあ、勝手に思わせとけばいいのかなっていうふうに思うけど。P さんいらっしゃい。楽しんでいってください。新しいフォロワーさん紹介します。高野はちみつさん。なんか俺と名前ちょっと似てるな。高野はちみつさんフォローありがとう。楽しんでいってください。今年の申告分は20万ポイントないので大丈夫ですか？はは、20万以下ってことか。来年の2月は確定申告する可能性があった。ああ、なるほどね。あ、確かにあるか。どうなんだろうな。まあ、現金化して、確定申告しちゃうのが一番いいと思うけどね。仕事で過ごした時間も人生として感じられない。確かに辛いかも。いや、だってさ、マキルさんさ、仕事で過ごした時間は人生ですよ。確実に人生なんだよ。ただ、そこから逃げたらダメだよね。アルバイトでも何でも、こんなの俺の人生じゃないとか言ってるやつはクビにするべきだよ。一生懸命やらないと、やっぱ金稼いでるんだったら。それで金もらってるんだったら。で、その、ね、仕事で過ごした人生は自分の人生なんだけど、いい人生だったか悪い人生だったかだよね。人がどう思うか、自分が良ければそれでいい。そう。実際俺も今は働いてないからな。あ、そうなんだ。ブルさん働いてないんだ。なんかブルさん能力高そうだから働いた方がいいと思うけど。働かなくても、働かなくても衣食住が充実してればいいじゃん。俺はね、なんだろう。衣食住が充実してなくても、そこに喜びがあるんだったら、他人がとやかく言うべきじゃないかなっていうふうに思ってる、俺は。ケンケンさんいらっしゃい。42歳、リーマンです。無職になりたい。なんで無職にならないのかな。面白いね。ケンケンさんいらっしゃい。なんで辞めないの。辞めたいなら辞めていいんじゃないの。新しいフォロワーさん紹介します。ラリラリさんフォローありがとう。安くてもお金もらう以上はプロだし、いい仕事したんだよ。そうだよね。俺も同意見だね、ポテさんと。お、ユラさんいらっしゃい、ワダツー。働かなくても飯食ってれば日本経済に貢献してる。そうなんだよね。アメリカとかはそうだよね。消費で GDP をほとんど形成してるっていう。まあ、幸福度っていうか、とにかくね、俺はね、なんか他人が口出す問題ではないかなと思ってんのよ。あくまで親とかが言うべき問題かなっていう。働かない人にどうこう言う人間にはなりたくない。そうだよね。むしろ、俺も働きてえって言わせた方がいいよね。ギラギラしたかっこいい生き方して、あ、俺も働きたい、何々さんみたいにって言わせた方がかっこよくない？本日のね、話題はね、働かない人間は悪なのかっていう、仕事がテーマですね。遊ぶために仕事してきた。いいっすね、いいっすね。いいっすね。遊ぶために仕事してきた。ていうか、俺は遊ぶために生まれてきたと思ってるから。職種がないところで金を生むと叩かれる時代。女に食わせてもらうのもある意味仕事だと思う。だって専業主婦が成り立ってるんだから、逆バージョンいていいでしょうとは思うけどね、俺は。俺は別に、その男女間で食い物に、女性を食い物にしてたりとか、女性が男性を食い物にしてなかったんだったら、私、洗濯とかやってもらいたいから、お小遣いあげるから専業主婦やってよって言われたらやりたいもん。専業主婦結構夢だね。無職で飯食えたらいいと思う。配信でやっていけるのは本当にすごいと思う。羨ましいぜ。いや、配信でやっていけるかどうかなんてさ、最近良くなったからあれだけど、故障なんて全然ないからやっぱ怖いぜ。だし、3年半俺、全然稼げなかったからね。ここ最近だよ。ほんと稼げるようになったの。遊ぶために仕事してるのはマジある。ねえ。遊ぶために仕事してた。素敵やね。あれだね。ブルさんは説得力あるみたいだね。みんなの心を射止めたらしいね。
だから結局かっこいい。今、ブルさんは今働いてないって言ってるけど、結局なんか言葉の強みってそこで、その実績じゃないけどさ、影響力あるんだよね。やっぱ、その、いい生き方してたら。あ、それっていい言葉だなって響くんだよね。てか、何かしら仕事したい。働いてないんだよ、今、井浦さん。配信だけで食っていくのは本当に難しいと思う。大手でもいつどうなるかわからん。本当何があるかわかんないよ。主婦欲しいです。仕事好きなので。おー、いいね。窓くんはみんなの憧れだ。またまた どんどんのし上がってほしい。そうだね。のし上がっていきたいと思ってます。新しい人類の登場だろう。あ、でもね、やっぱりね、うなちゃんマンの背中を追っかけてよかったなって思ったね。俺、うなちゃんマンがきっかけで、この世界入ったんだけど、ああ、あの時の選択間違いじゃなかったなって、頑張ってよかったなとは思ってるけど、でもね、生主やって稼ぎたいっていう相談を受けても、やめとけっていうね。たまに最近来るんですよ。俺も生主で食っていけるかなっていう人いるんだけど、やめとけっていうかな。チャットレディと風俗。あ、そうなんだ。チャットレディと風俗でも全然立派な仕事だと思うよ、高単価で。そうだね。だから何々が悪いっていうのはさ、ちょっとおかしいよね、確かに。あえてこの過激なタイトルつけたんだけど、みんなに議論参加してほしくて。本当はね、仕事について語ろうとか、そういうタイトルにしたいんだけど、でもさ、まあ、配信ってさ、やっぱタイトルが過激な方が人が集まってさ、せっかくだからいろんな人に来てもらって、興味ある人にさ、いろんなことを喋りたかったから、タイトルはちょっと過激にさせてもらってます。堀おじさんすいません。釣らせていただきました。釣られたんです、あなた方は。初見さんは全員釣られたんです、僕のタイトルに。残念です。でもね、せっかく出会えていい議論ができて嬉しいですよ。人は自分を正当化する生き物。あ、それはね、俺も常々思ってる。自分の生き方もそうだし、やっぱり自分のことを肯定したがる生き物だから、本当にそれが正しいのかどうかって、もう一歩二歩ね、やっぱ後ろから見ないとね、判断間違えるよね。ちなみに、ワドンさん配信だけで食っていけてんの？俺はまず生活保護と、配信と、あと、アルバイト。この三つ、収入源というか、まあ、生活保護は収入源と言っていいのかっていう倫理的な問題はあるんだけど、生活保護で、お金をもらってます。あと、配信でお金をもらってます。あとは、アルバイトやってます。働いてないから釣られた？いや、別に俺働いてなくていいと思ってるから。全然いいよ。働かない時期があるのも必要。それも人生だから。人生って別に成功も失敗もね、いろんなもん味わって実りがあった方がいいと思うから。失敗をしたことがない人間って味がない人間だと思うから。働いてた方が金入って自分の人生の可能性広がるから働くだけ。ああ、いいね、いいね。まさにそうだね。そうなんだよね。金があればあるほどやっぱ可能性も広がるんだよね。働かないのは悪というより、生ポが悪ってテレビが流してる。職場がないから生ポが増えてるっていうのはどうなんだっていうふうにテレビ局に問いたいけどね。確かに無職を叩くやつは自分と同じくらいの苦労をしろって。そう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 。俺、そのひがみ文化があんま良くないんだよ、と思ってる。あやかいらっしゃい、和田つゆ。俺は40歳までバリバリ働いて、残りは遊ぶって決めて、今はその通りになったわけ。え、俺、ブルさん30代だと思ってたんだけど。30ね。30、俺6ぐらいだと思ってた。俺の5個上ぐらい。今40なんだ。あ、でも俺、その、起業したきっかけがまさにそんな感じだった。もう40代、3、あのね、40、俺は40、はい、だから全く一緒だ。そう、残りの半分の人生はずっと遊ぼうと思ってたね。弱者を叩いて優越感、多分安心感とか優越感とかね、弱者を叩いて自分より下を見つけて、足引っ張り合いやってるよね。正捕なのに付き合ってて大丈夫？ずっとのんちゃんいると役所から言われない？ あのね、もしね、俺が生活保護だから女性と付き合ったらいけませんって言ったら、俺裁判起こしてやるよ。生活保護の人は、ね、女性と付き合ったらいけませんって、もし区役所から言ったら、俺配信つけて区役所乗り込んで裁判沙汰にしてあげるよ。超面白いじゃん、そんなの。絶対言われない。それってね、人権侵害って言うんですよ。それは絶対ありえない、日本では。もしそんなこと言ったらね、多分ね、日本中巻き込む大ニュースになると思うよ。
潤ってるやつは人のことなんかガタガタ言わないと思う。そうだね、その通りだね。人のことなんかどうでもいいでしょ。そうだよね。和道くん、テロップちょっと急に来た人には誤解を招かない。いいんだよ、大丈夫だよ、大丈夫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 。なんでかっていうと、最初からこの話題でやってるから、あの説明ちゃんとするから、新規の人に。初見今どんな感じとか、あの15分かね、30分おきにね、俺そういう癖をつけてんの。今来た新規が増えたなぁと思ったタイミングで数字とかを見てるから、画面上で今こういう話してるんですよって言って、で仕事について働かない人とかこうこうこうでこういう状況で今こうなってますよってやるから大丈夫だよ。ありがとうね、バブル足立くん。無職になりたくて無職になったけど、え、ああそうか、あ働いてるよな、びっくりした、仕事辞めたのかと思ったわ、あやか。憲法違反、まあ憲法違反ね、ただ憲法違反なんだけど罰則がないのが面白いよね。だったら書くなよって思わない？憲法で、日本国憲法で働かないとダメですよって書いてあるのに、働かないやつに罰則ないんだよ。なんだそれっていう。自分は知人に金が全てじゃないが、何をするにも金はいる、言われて働いてます。俺はね、あの、よく金があると幸せになれるっていうのは嘘だって言ってて、金があると不幸を減らせるって言ってる。あと可能性を広げる。金はあればあるほどいいとも言ってるけど、金では幸せになれないって言ってる。金で幸せになれるっていうのは嘘。金があると可能性が広がる、チョイスが広がるの。だけど、ね、それで失敗するやつもいるから、だから人生で幸せになるのなんかそうそう簡単じゃないんだよ。金で幸せなんて買えないんだよ。だけど、できることの幅は間違いなく広がるし、欲しいものは買えるし、不幸が減らせるんだよね。なんかあった時に助けてくれるし、お金は。そう。だから、俺はね、金が全てじゃないがっていうか、99% のことは買えるんだよ。でも、俺が欲しい 1% を持って金で売ってないんだよ。例えば、信頼を得るとか、金払ってリスナーさんがさ、増えるんだったらさ、そんな仕組みじゃないじゃん。俺は欲しいのはさ、やっぱ自己顕示欲強いから、いろんな人にチヤホヤされたいっていうのがあんのよ。だから、なんつんだろう。ね、金持ちになってリスナーが増えるって考えるんだったら、金に走るはずなんだけど、人の心って金じゃ買えないんだよね。動かせないんだよね。だから、あの、そうじゃないものもあるんだよっていうのは、常々思ってる。中卒の16歳で社会出て40までの24年を人の倍働いただけ。あー、そうだよね、意外とそうなんだよね、シンプルなんだよね。うちの彼氏も正法だけどブルってるんだけど、彼氏んち行くの、仕組みをね多分知らないんだと思うよ、ゆらさん。彼氏がちゃんと勉強しないとダメよ。中卒は働けないような、俺中卒だよ、俺働いてるよ、ふざけんなよ。働かざる者食うべからずって教育されてきやした。いや俺はだからそれは反対意見かな。他人がとやかく言うことじゃないと思うかな。さっきも言ったけど、あ、マネージャーさん、いってらっしゃい。うん、ありがとね、いつも。またね。金があれば選択肢が増えて、金がない人は選択肢が少なくなる。そう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 。だからやっぱりさっきも言ったんだけど、ベルルッティの店に入れなくなったっていうのは俺の中で結構恥ずかしいことなんだよね。あ、ちょっとベルルッティ寄っていいつって、あ、何買おうかなって普通に無意識でやってたの。かっこいいよなとか、友達とかで、お前買うのとか、それができなくなったんだよ。心にブレーキがかかっちゃって、もう今じゃ買えないっていうの分かってると店にも入らないよね。ペットやお菓子やゲームバレたら警告来る？いや来ないよ、それもなんかネットに書いてある情報を鵜呑みにしたらダメよ。だから幸福度とバランスやと思うのよ。ほんとそうだね。うつ病の人に定期的にお金を渡すと、うつ治るからね、金は大事。あ、それ絶対嘘、絶対嘘。あのね、うつ病の人に金渡してうつ治るって言ってる人いるけど、そんなの全然嘘だよ。金持ちでうつ病の人いっぱいいるから。で、もしうつ病で、あの、金が原因でうつになってる人はそれで治るんだけど、うつ病を多分ね知らないんだよ、それ。金でうつ治るなんて絶対嘘だよ、人間の卵。それもし経済的な原因でうつになってる人は治るとは、それは思う。ただ全部、全員が全員ね、金渡したらうつなんか治るんだろう、うつ病って詐欺じゃんとか言うやついるけど、全然嘘だよ。金持ちのうつとか、金持ちで自殺する人いっぱいいるから。金があるか、あるが、すでに消えていった選択肢もありますよね。まあだから人生でさ、この年齢じゃないとできないっていうのもあるじゃん、正直。だから俺はそれがね、旅だと思ってる。俺中卒だよ、バリバリの。最終学歴幕張免許センターって言ってる。正法のくせにって風潮があるのは確かだよな。まああるだろうね。
この延長線かな、付き合ったら後ろめたいとか。あー、大卒、大学なんか何する場所か俺全然わかんないもん。だから俺未だに言うんだけど、笑われるんだけど、え、大学って、でっかい黒板があって、教授が真ん中に立って、上からこう段になってる、こう丸いやつなんでしょって言うと笑われるんだけど。俺のイメージそれなの。こう段になってて、で、なんかリュック背負ったやつが、ああ、お疲れっつって来て、後ろに座って、なんだお前ら、何やってんだよっつって、抜け出そう、この授業退屈だから抜け出そうよって女の子に言われるのが俺の大学のイメージ。あの段になってる。段になってると思って。そんなのないんでしょ。そんなんじゃないんでしょ、大学って。時代が違うんだよ。働かざる者は昔そういう時代だったから。高島屋に行ってたのかな、ベルルッティ。ベルルッティ、青山の本店をよく行きましたね。ベルルッティは。高島屋のはね、最近できたばっかりだから、担当の人がいないんですよ、あそこに。ホリエモンや岡田斗司夫は評価経済が来たって言ってる。あ、まあ、間違いないと思うよ。俺よく言うんだけど、嫌なことをやって100万円を稼ぐよりも、フォロワーが一番にいて20万ぐらい稼いでるやつの方が幸せだと思ってる、ケンケンさん。俺も同意見。評価経済同意見。俺はね、それコンテンツホルダー理論で別の言い方で説明してるんだけど、この人はいいなとフォローが多ければ生きていける社会になったんだよな。そう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 。全く同意見ですね。だから俺配信始めたっていうのがあるんだよね。お菓子食べたら警告来るの？お菓子食べたら警告来たらね、すごいよね。うん、金の原因の人は治るね、鬱は。もちろん全員ではない。うん。働かなくても食うだろう、生きるために。名言出たな。そうだよね。俺ね、配信の企画で、YouTube の広告収入だけで生活するっていう企画をやったことがあって、俺バカだったから、YouTube の広告収入って3日後に反映されるの。だから3日間何も食えなくて、3日目何やったかって言ったら、新宿公園でどんぐり拾ってたからね。つくしとかどんぐり拾って、どうしようどうしようっつって。あれ懐かしいな。大学は遊ぶところでしょ、ほとんどの人は。あー、大学行きたいな、俺未だに。オレンジデイズって何？大学についてワドはどう思ってんの？行き直したいっていうか、40歳ぐらいでもし行けることになったら行きたいって思ってるかな。うん、受験勉強一回もやったことないから、なんか勉強して大学行って専門的な知識身につけられるってすごい、勉強好きだからさ。だからまあ、本当に経済学か宗教学か、なんかそっち系行ってみたいっすね。年収3000万でも1億でも幸福感は変わらない。まあでも俺年収3000万とか1億なったことないからな。俺は運って言えないかな。俺が運って言っても説得力ないよね。お前3000万稼いでねえだろみたいな。私大学行ってないけど、和道さんと同じようなイメージあった。違うの？いや違うらしいよ、大学って。あれ神企画だったじゃねえよ。もうすげえ大変だったんだから。本当に俺食ってないんだからな、あれ。本当に3日間本当死にそうになったんだからね。大学はだるいんだ。嘘。俺憧れなんだけど、大学生活とか。初見さん、まさとさんかな、まさひとかな、まさひとさんいらっしゃい。テレビの街頭インタビューでネット配信業で金稼いでる人を否定する意見あったんだけど、時代が違うんだよって声を大にして言いたい。あー、じゃあ次のテーマそれにする？じゃあ次のテーマ、配信で食っていくのはありなのかなしなのかやってみる。まだ大学行ってみたいっていうのを動画にし、行ってみたっていうのを動画にしてほしい。ああ、でもね、やっぱ、そう、金かかるから、今自分の生活ね、ちゃんと成り立たせることが先だと思ってるから、余裕が出てきたら行きたいね、やっぱり、大学は。和道なら、一芸入試させてもらえ？あ、それくらい有名になんないとね。行くとこ行けば、結局、修士か博士かとかで見られますからね。あー、まず俺、修士と博士がよくわかんないかも。何なのそれ。だから俺の大学のイメージとかってもう本当アニメとかの世界だから、まず修士と博士がよく分かってないぐらい恥ずかしいんだよね。コンプレックスがあるんだよね。修士課程とか博士課程とか、あと単位とかがよく分かってなくて、よく単位落としたわって言われると、かっけえなって思ってた。お前単位落としたのって。心の中でかっけえな。俺も言いてえな。ダメじゃんって言っといたけど。よく分かってないけど、お前ダメじゃんって言っといたけど。まず単位を落とすの意味が分かってない。なんだ単位って。授業のことか？授業なのか？っていつも思う。大学生と話すと。
今や大卒なんて腐るほどいるから特に自慢できることではない。ああ、いや、自慢したいとかじゃないんだよな。なんかやいいなと思って。いいじゃん。ずっと勉強できるって羨ましいよ。本当に。うん。俺も行きてえな。だからそれこそね、配信で食っていけるようになって大学通うとかもありだと思うよね。稼いで稼いで夢は広がりますよ。ほんと配信業はね、これから旅に出るけど、あ、そうだ、俺今日電話したんだけど、ちょっと朗報です。動きがありました。生活保護なんとか抜けれそうです。順調です。はい、今日電話で話したんだけど、おかげさまでありがとう。みんな本当に僕としては頑張った3年間ですよ。今年中には抜けるってみんなに約束してたんだけど、ちょっと手続きで戸惑ってるつか、手続きでちょっとあれだったんだけど、2つ抜けるパターンがあったし、結構ケースワーカーさんが協力してくれてるから、うん、いやー嬉しいっすよ。大学だからトークが上手いとかマジないからな。ありがとう。うん、まだ確定ではないんだけど、今度その話詰めるっていうことで。うん、長かったよ。ちょっと嬉しかったもん今日。仕事終わりにすぐ電話して、うん、いやよかった。やっとね、やっと一般人になれた。前進だね。すごい長くかかったけど、すごく長くかかったけどね。いや、まだ確定ではないからね。確定したら確定したら抜けたよっていう枠やるから。うん、でも諦めないでよかった本当。ね、まだまだ前進する話とかもあるんで、あの旅に向けて順調に進んでおりますよ。最近ね、旅する夢見るんですよ。旅する夢を、知らないどっかに立ってる自分が目に浮かびますよ。単位って自分が指定した授業を受けるとポイントがたまって、卒業までに一定のポイント数が必要なもの。おー、なるほど。いやー、いろいろあったね本当に。だいぶ笑われてきたけどね。おい、サボちゃんいらっしゃい。花火ありがとう。ハチも花火ありがとう。こっからだね本当の勝負は。あ、そうだ、あとノンタンに話すことあったんだ。花火プレゼントありがとう。そうだノンタン、今度親父と話すことになったんだよ。あの、会う？会いたい？どっちでもいい？あ、じゃあ会いたかったら言って。はい、紹介するから。めちゃめちゃかっこいいよ親父。多分惚れるよ。かっこいいって絶対言うよ。今度会うとき、じゃあ親父に聞いてみるわ。彼女連れてっていいって。あ、聞いてる？はい。はい。今、グラタン作ってくれる。グラタン食べたいって言った。手作りでグラタン作ってあげるって。花火いっぱいありがとう、サボちゃん。ほとんどの人は、西保でいいやってなるけど、和道はそうならないってことは、やっぱり目標があるからなのかな。いや、だから、俺は、なんだろう。生活保護で終わりたくないなっていうのはやっぱあったし、なんだろう、そう、自分の能力を過大評価はしてないけど、できるとは思って信じてはいるっていうのかな。自分の能力を信じてはいるんだよ。過大評価はしてないのね。その、俺は天才だとか思ってるわけじゃなくて、俺はやったらできるやつだっていうのを信じてるから、だから、なんだろうな。そう、自分が神様からもらった能力みたいなのを発揮して死にたいんだよね。使い切って死にたいっていうか。なんで目パチパチする？目パチパチしてる俺。癖かな？ ADHD っていうのがあるから、ずっと体動いてたり、そわそわしてるから。どないしたんや？何が？手作りグラタンいいね。俺目パチパチするかな？どうだろう。ロイキューするね、よくね。あれ癖だろうね。彼女が作ってくれるグラタンか、いいね、いいよね。久々手作りのグラタンとか作るよ。今日お皿買ってきて、スーパー行って、釈迦のご飯買ってきて、ペットショップ行ってさ、釈迦のご飯。これでだいたい2ヶ月分なんだけど、これがメインの
ご飯、釈迦のカスタムラックスって言って、これ、冷え、泡、麦、米とか、その、鳥さんが好きなさ、穀物がいっぱい入ってるんですよ。冷え、泡、麦、あとなんだっけな。冷え、泡、麦かな、米。で、これが、野菜。グリーンビタフードって、ビタミン C だね、簡単に言うと。鳥さんのビタミンの、青野菜の粉状にしたやつ。これもミックスします。で、最近取り入れたのが、カルシウム。くちばしとかね、爪とか、その、羽とかに必要なカルシウムもね、あげて、これはね、だいたいこの3つをブレンドして、釈迦に与えてる。うるさいよ、シャー。そんなに食べたいの？うん。うん、また遊び来て。そう。それでスーパー寄ってグラタン食べたいって。俺らの餌も買おうぜって。そうだよ。それそのまま食うよ。働かないのも一つの個性捉える。うん。私もワトちゃん見習っていつか一人立ちするってワトさんの配信見ながらいつも思う。あ、でもなんだろう。時間かかっても確実に目標は叶うと思うよ。どんなに夢みたいなことでも、ちゃんと毎日願い続けたり、行動してたりしたら絶対叶うと思うんだけどな。トムさんいらっしゃい。うん。くちばしで殻をね、カリ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 って剥くんですよ。インコ好き、インコじゃないよ。うん。好き嫌い。うちのやつは外にポイする。インコじゃなくて文鳥なんだよね。外にポイ。ああ、いや、うちのは何でも食うかな。何でも食うね。最近、かつお節食ってるらしいよ。うん。のんたんがかつお節をあげてる。お腹がはげちゃって。で、タンパク質が足りないらしくて。働かないと人間ダメになりそうだ。なるほど。コアさんいらっしゃい。政府は規制をもっとなくすべき。なんつんだろうな、規制をね、なくすっていうか、なんかおこがましいよね、日本政府って。なんか、だから納税の義務とかうるせえよって感じだよね。うん。国にそんなこと言われたくねえわって思うわ。彼女には内緒にしてるけど、今年中に同棲する計画実行中。おー、そうなんだ。ね、でもね、いや、計画立ててて彼女が嫌だっつったらどうすんの？それなんか、前もって話しておくべきだと思うけど。それサプライズにするような問題じゃないんじゃん。わかんないけど、どの規模かね、どういう収入かわかんないから、正人さんが。俺が食わねえよ。なんで俺が食うんだよ。バカかよ。見せたじゃん、さっき。思いっきり鳥の絵描いたんじゃん。なんで俺がこれ食うんだよ。俺がこれ、ご飯のジャーの中に入れたくと思ったの。アホだろ。バカにしすぎ。働かないと精神的に辛い。働いてた方が、まあ、精神衛生上いいだろうね。なんで俺が、なんで俺が食うんだよ、鳥の餌。頭おかしいだろ。俺でもキャットフード、ドッグフード食ったことあるよ。ライブハウス時代、金がなくて。猫に餌あげてるときに、こいつら、俺、シーチキンも食えないのになんでこんなうまそうなもん食ってんだって悔しくて猫の餌食ったよ。だつまんでみてって、だってこれ、だから、冷えと泡と麦だから、もともとね、これが文鳥っていう鳥で俺が飼ってる鳥の、あれなんだけど、文鳥ってもともとは、害鳥なんですよ。要は人間の穀物を荒らす鳥なの。だから、ペットにしてるの日本人で、これ東南アジアとかでは、厄介な鳥なんですよ。お米食べちゃう、冷えとか泡とか麦とか小麦とか全部食い荒らしちゃうから。そう。ね、人間が食べるもんばっかりじゃん。好きなもんばっかり。炭水化物だよね。だから全然食べれるよ、これ。だって米とかだもん。政府とかなら国や市に補助してくれって思うけど、働いてる国は何も助け、働いてると国は何も助けてくれんから。なんかね、それが面白かったんだよね。はーい、車買った、罰金。はーい、ガソリン買った、罰金。はい、タバコ吸った、罰金。うえ、酒飲んだ。罰金。うえ、お前働いてる。罰金。はい、お前資産持ってる。罰金。はい、お前働いてない。ご褒美。これが日本だよねって書いてあって。くっそ笑った。なんだこの国。なんだこの国だよね。憲法とか法律に書いてあることと全然違えじゃんとか思って。俺くっそ笑ったんだよね、そのコピペ見て。確かにおかしいよなって思った。
皮肉だよね。いやでも健康志向で穀物食うじゃん、裏技があるから。いやないですね。向こうから同棲したいみたいなニュアンス来てるんですが、そっけない返事しつつやった。ああ、なるほどね。サプライズで向こうから一緒に住みたいなみたいなことを言われてたけど、それを、あ、まあいつかなみたいな、考えとくよみたいな、あ、いつかできたらいいなって言いながら、裏では不動産屋とか言ってんだ。めっちゃいい男じゃん。いや罰金でしょ、税金って。生きてること罰金ですよ。はい、お前死んだから子供にお金あげさせない、罰金。すごいよね。罰金ですよ。でもなぜか働いてないと、ああ、報酬やるわっつって、なんだそれって。めちゃめちゃだなっていう。新しいフォロワーさん紹介します。コンさんフォローありがとう。そう、2ちゃんに書いてあったの、何でも罰金。唯一報酬もらえるのが働かないことって書いてあった。正法の概念をほとんどの人が分かってないから、正法だと言うとめっちゃ叩かれる。ああ、まあしょうがないよ、それは言わなくていいんだよ。うん、俺なんか腐るほど叩かれてきたわ。俺多分さ、生活保護の件で一番、日本で一番叩かれたのは多分俺だよ、間違いなく。テレビにも取り上げられたし、俺のこと。そう、本当に俺が日本一生ポで叩かれた男だと思わない？思うっしょ。俺多分本当に日本一生ポの件で叩かれたの俺だぜ。日本代表だよ、生ポ日本代表だから俺。一旦停止しないとお金取られる時代だからな。生まれた途端に住民税払う資格ゲットされるからな。生ポ日本代表でしょ絶対。だってに生ポで日本代表組もうぜっつったら、俺多分すごい、もうぶっちぎりで俺だと思うよ。俺でしょ多分。違うかな、どうなんだろう。さとみさんいらっしゃい。ニートは鈴木で生ポワーバードあ、ニート鈴木ね。ハートプレゼントありがとう。その通りだね。のぞみとかに嫌がらせとかもされたりね。だって俺、新宿区役所に何て言われたかっつったらさ、1ヶ月に200件和道くんのせいで電話が来るんだけどって言われたもん。1ヶ月に200件の問い合わせだよ。頭おかしくなるよね。ちなみに働いたら負けって名言残したやつは公務、嘘、あいつ公務員になったの？何それ、マジか。へえ、あいつ、あの有名なやつ。うん、へえ。ハートプレゼントありがとう。バーやってた頃の和道さん見たことあるけど興味なかった。今はなんか魅力的。米しかアカウント作ったし。あ、そうだったの。あのね、でもね、バー配信は俺も納得できてなかったよ。やっぱバリバリ雑談したかったけど、仕事しながらだったしさ。うん。ニート鈴木今、嘘、働いてんのあいつ。マジか。へぇ。200件。電話代も和道需要。すごいよね。ハートプレゼントありがとう。坊主で歯抜けなやつな。まあいろいろあるよね。俺でも一番面白かったのがエセアカが働いた時、本当面白かったよ。見たことある？エセアカの働いてる4ヶ月5ヶ月ぐらい前なんだけど、なんかいきなり就職しだして、なんか秋葉原の川沿いでなんか夕焼けスーツ着て、ちょっと引きのアングルなの、カメラが引きのアングルで、なんかずっとタバコ吸ってて、お前らごめんなみたいな顔してんの。なんか俺だけ働いてマジごめんなみたいな感じで、なんか黄昏てんのあいつ、プカーみたいな、喋んないし、なんか社会人って大変だわみたいな、あのドヤ顔がさ、すげえ面白くて、俺ずっと見てたもん、あの顔、こいつすげえ面白いと思って、痛いなこいつっていう。で1週間ぐらいでクビになってんの。さすがだよね。そう、働いてるアピ、もうね、スーツ着て川辺で声でファーって、あれ多分岩本町のね、喫煙所でやってんだよね。にゃんこさんいらっしゃい。仕事の BGM として聞いてます。ありがとうございます。なんだかんだみんな働くね。あれ面白かったよね、にゃんこさんね。クソ笑えるよね、あのドヤ顔。坊主で歯抜けって完全にちゃんまん？まあ、ちゃんまんレジェンドだからな。ちゃんまんは本当に働かねえかんな。でもちゃんまんも今働いてるアピツイッターですごいよね。
俺ツイッターのさ、あの分量見ても復帰したくてしょうがねえんだなっていう。俺が夜中、やっぱ闇将軍とちゃんまんのツイッターがもう全く一緒なの。なんか政治のこと語ったりとか、食ってるもん語ったりとかして、もう二人とも同じ、全く同じで、引退すると生主ってこうなるんだなと思って、ケラケラ一人で笑ってて、ああ、飲んだんだね、ああ、糖質の二人ね、って、あの二人統合失調症だよ、とか言って。それもそれで面白いんだよね。病気だよ、病気、あの二人、とか言って。餌が働いてたっていうかね、研修でクビになったんだよね。あれは面白いよね。じわるよね。お、お米炊いた。うん。はあ。まあなんだかんだ俺も働いてるしな。ツイッターすごいよね。なんかね、3万ね、戻ってこないのかな。なんで3万はやめたん。おい、バカ。俺がやめるわけねえだろうがよ。おい、たくん、俺はよ、まだいっからよ、ケビ。ねえ、なんでやめたの。まあ、ヤクザに詰められたんじゃないの。うん。サメ島、え、サメ島さん働いてんの今。サメ島さんも面白かったよね。なんかツイッターでさ、やっぱり不採用ですみたいなこと書かれてさ、俺あれクソ面白かったんだよな。ツイッターでさ、なんか奄美大島かなんかだよね。なんか忘れたけど、どっかの孤島の会社から、やっぱりクビですみたいなこと言われて、サメ島さんがブチ切れてて、すげえなと思って、不採用をツイッターで書かれるんだと思って。あれは笑うよな。うん。生ポでテレビ出てないでしょ。これからテレビ出れでしょ。え？生ポでテレビ出てないでしょ。タバ太郎さんいらっしゃい。何の話だろう。うん。うん、何の話？生ポでテレビ出てない、出てないでしょ。これからテレビ出れでしょ。うん、あー、いやー、すごいよね。変な人ばっかりだよね、生主って。あれ、サメちゃん攻撃した時一瞬 HP 落ちた。ホームページ落ちた。あ、そうなんだ。すげえな、サメ島リスナーってやっぱサーバーをダウンさせる力があるんだ。すごいね。サーバーって何、瞬間アクセスどれくらいあったらサーバーと落ちるんだろう。なんかサーバー落ちるぐらいの影響力持ってみたいよね。よくあるじゃん、ニコ生公式とかでさ、何々って言ったした瞬間さ、サーバー落ちしたとか言ってさ、うん、瞬間アクセスが多いとやっぱサバって落ちるんだね。金映え煽ってるちゃんまんの動画がツイッターに上がってたんだけど、なぜか白黒で見ててじわる。いや、ちゃんまんは面白いよ、やっぱり。ちゃんまんはめちゃめちゃ面白い。見てて飽きないもんね。ずーっと見てられるもんね、ほんとに。なんだろう、あの安定感。うまいんだよなぁ。ほんと、ラジオみたいに聞ける人はあの人だけだよ。画面見なくても面白いんだもん。コメント書かなくても面白いんだもん。普通さ、生主ってさ、コメントと放送二つ見てやっと面白いぐらいじゃん。そう、リスナーさんに叩かれてるとかさ、このコメント面白いなとかさ。だけどさ、ちゃんまんはね、一人で遠くに、画面見ないで遠くにいても笑えるんだよ。ずるいよね。ピクルスさんこんばんは。面白いよね。俺、そんなのちゃんまんだけだと思うよ。もう本当に画面いらないんだよね。ラジオ放送でも面白いんだよ。あれはすごい。ほんと。映像もいらない、コメントもいらない、でも面白いってラジオだよね、完璧に。おっさんが偽札使って捕まった時は、ハトロダ1ヶ月ぐらい。あれは落ちたんじゃないでしょ。あれはハトロダの、なんかあれだよ。なんだっけ。運営がサーバーを停止させてたんだよ。君の配信もラジオ感覚で楽しめるよ。本当に？いやー、まあ、それはね、嬉しいですね。こんばんは、ひろきちさん。あ、悪魔さんこんばんは。今、ロムってるけど、和道ちゃんも、シャンマンみたいだよ。おい、誰だお前よ。おい、おい、今、和道見てっつったやつ誰だよ、この野郎。おい、おめえかよ。ああ、この野郎。ギッタギタにしやっからよ。おい、
誰だおめえワードっつったやつよ。これ見ようよ。あー俺はあのキャプチャーやんないね、たくん。いやー帰ってきてほしいな。3枚いるとね、なんか夜中とかね、寝るときにね、やっぱ見るといいんだよね。よく眠れるんだよ。あのダミ声ってすげえ心地いいんだよね。うん。眠りを誘うんだけど。でもね、2時間ぐらい経つとね、絶対怒鳴るからね、起きるんだよね。すげえいい感じでうとうとしてたらね、急にね、ブワーって怒るから。そう。目覚めちゃうんだよね。和道さんは米できないときはラジオで聞いてます。米できるって全然。俺、あれだよ。アクティブ600、700ぐらい経験したことがあって、そのときはね、米さばきなんで無理。ほんと無理、大手になると。500、アクティブ500超えるとほんと無理です。立ち見 A とかね、出始めるともう米さばけない。そう、スタイル変えないといけないけど、でもね、ぶっちゃけた話、300人ぐらいの同時閲覧だったら俺全部さばけるよ。確実に全米さばける。俺、余裕だもん、100個目ぐらいだったら。200個目ぐらいがちょうどいいぐらいかな、俺は。200個目じゃない、200同時閲覧ぐらい。枝豆にはもったいねえ。やっぱあれは面白いよね。この間、ゲルゲの放送にウナが突してニコ生で3つぐらいミラーが立ってた。すごいよね。すごいよね、その影響力。本当に。え、ていうか、ゲルゲさんってニコ生やってんの？今。ゲルゲって今キャス？うん。ゲルゲは何やってんだろう今。あれゲルゲって俺同い年だっけ？一個上だっけ？キャスか。うん。ツイキャスのミラーがニコ生で立ってた。すげえな。ダミ声でハゲではないけど、和道さんも声もテンポもいいと思う。声とテンポいいかな。俺声コンプレックスなんだよね。ゲルブ、ゲル、ていうかゲルゲが病んでたじゃねえよ。ゲルゲが病んでなかった時あんのかよ。ゲルゲはずっと病んでるだろうがよ。あれ、ドメンヘラだかんね、マジで。うん、俺笑ったもん。あれ、リア、あの、なんだ、KW 行ったじゃん。そしたら、和道にぶん殴られたとか言って嘘つかれてさ。で、1ヶ月ぐらいさ、我慢してたじゃん。もうそんな嘘なんか見抜かれっからいいよ、つって。指一本触れてないんだよ。ゲルゲに。あ、対面したのは対面したのよ。だけど、和道にぶん殴られたとか嘘つかれて。その後ね、キャスでゲルゲがやってたの。その時に、初見ってコメント打ったら、あ、和道さんいらっしゃいって言われたの。お前、俺にぶん殴られた設定どうなってんだよって思ったもん。お前何が和道さんいらっしゃいだよ。ふざけんなよと思って。もうやばいよ、あの嘘つきカップル。ほんと嘘つきなんだから。根っからの嘘つきなんだから。俺びっくりしたもん、自分でコメント打って。どんな返しが来んのかと思って、打ってみたの。初見って。和道くんいらっしゃい。バカじゃねえの、ほんとに。引きこもってるんだ。うん。ほん、殴ってない、殴ってない。殴ってないよ。いや、嘘つきカップルだよ、あれ。ほんと。病気だよ、病気。うん、俺、女に手出さないもん、絶対。あ、そうなの？俺、指一本触れてないんだよ。うん。指一本触れてない。ただ、ドアは、ほんとにガンガン蹴ったけどね。ドアは、ほんとに、ガンガン蹴ったけどね。思いっきり。だから、あの、すっごい鉄板でできてんのよ。あの、KW のマンションって。だから、凹みもしなかったの。思いっきり何発も蹴ったけど。だから、俺は鶴の神のバールが刺さった時に、バールってすげえと思った。本当に。俺あの鉄板の重み知ってるから。うなちゃんの家の重みと厚さを知ってるんだよ、材質も。うん。ちゃんま好きだよ。うん。殴ってない、殴ってない。俺の性格だったら、殴ったら殴ったって絶対言うから。パソコン壊れたよ。壊れたよ、あれ。リスナーさんからもらって1ヶ月も経ってなくて。ぶっ壊れましたよ、うん、ねえ懐かしいね。バール受験の前に突したの。バール受験の前にだから KW って言ってうなちゃんマンの家を突破したのは3人しかいないって言われてんの。
あそこの入り口でみんな門前払いされるのね。オートロックだから。それを突破できたのは、鮫島、和道を鶴の神の3組だけだって言われてるの。あれでも普通にコラボとかで上がる人はいるけど、敵対してる人が乗り込んでいくパターンは、鮫島、和道を鶴の神の3人。そう。で、玄関の前まで踏み込んだのは和道が初だったのよ。鮫島さんは、電気止めたんだっけな、中まで侵入して。だから門の前まで行けなかったんだよね。で、ドアをガンガン開けて、ウナと対峙したのは俺だけだったんです。あ、ゴルゴさんいらっしゃい、お久しぶり。うん。そう、バールのどれくらい前だろう。結構前だよね。うん。俺が日本全国旅してて、うん。そう、KW を突破した3人の勇者っつって。だから、バール事件の時、なんて言われたかって言ったら、鶴の神が仇を取ってくれたぞ、ワドってみんな言ってくれたんだよ。クソ笑うよね。ワドよかったなって。お前が破れなかった扉、鶴の神が破ったぜ。ほんとコメント面白いよ。ウナは焦ってたっていうか、まあだからパソコン壊されたよね。バールも笑えたけど、サメちゃんが電気止めた時は衝撃だった。あれもすごいよね。うん。そう、3人の勇者ですよ。鶴の神は最後の砦だったから、最後の希望ですよ、ほんと。うん。いやー、すごいよね。でも、うなちゃんマン、ほんと放送に載ってないのでも相当あると思うよ、リアトツ。リスナーとか、仮想配信者とか。うん。いっぱいあると思うよ。俺も来るもん、家に。あ、でも、のんたんと付き合ったから一回もないね、そういえば。ドアノブ先輩も最近来なくなったな。最近ドアノブないわ。そういえば。昔よくドアノブに缶コーヒーとか引っ掛けてあったんだ。クジラの肉とかさ。ずっとドアノブにいっぱい引っ掛けられてて。なんなんだよと思って。怖えよと思って。全部食ったけどね。うん、最近ドアノブ先輩来ないですね。パフェプレゼントありがとう。マキルさんパフェありがとう。懐かしいな。レイチェルはだって、レイチェルは乱入ではないでしょ。レイチェルは、だって、桃襟となんか絡んでてどうこうじゃなかったっけ。だから、そのコラボ系じゃなくて入った人ね。レイチェルも入ってんのあれ。むなちゃん今でも生活できてるのがすごい。いや、だって店構えてるし、スポンサーが太いじゃん。あれだよ。大衆酒場ってあれ満席だよ。オープンしてるとき。ガラガラのとき一個もないんだよ。席は埋まってて入れないんだよ、あれ。うん。俺行った時満席だったもん、平日で。うん。リスナーごった返してて。まあ、席数少ないけど、食っていけるよ、全然。うん。クジラの肉なんだよね。なんか和道リスナーって結構面白いんだよ。なんか変なんだよね、ちょっと。クジラの肉ってなんだよ。うん。いやあ。シャンマン、珍味団って今何やってんだろうね。あんだけリスナーいて、誰が吸収したんだろう。金梅さんかな。神話性高いの誰だ。便所太郎。誰が、あそこのリスナーゲットしたんだろう。この中に珍味団の人います。珍味団の人いますか。あ、ブロリーはでも一人来てくれてるわ。ブロリーなんてね、うなちゃんまいなくなったらね、ただのリスナーだからね。ブロリー軍団とかめちゃめちゃ笑えたじゃん。あれ、くっそ面白かったよね。俺、ちゃんまんが配信でコメントさばけなかったの初めて見たもんね。あんな潰し方があるんだと思って。みんなでさ、うんうん、うんうん、うんうんつって、コメントうんうんで終わるの。合図値をひたすら打って。ああ、ダメだ。ああ、できねえわ。つって。あ、無理だわっつったよね。無理だわっつって枠閉じるちゃんまん見たの初めてだったから、あれは笑えたよね、ほんと。ブロリー軍団すごいよね。新手の配信者潰し。よくやるわ、あいつら、ほんとに。それ見たかった。いや、超面白かったよ。うん、ブロリー軍団が大量発生した時。ね、天才だよね。あのスタイルは天才だよね。うん。国立の家も近所だったし、10周年も出た。国立の家？うん。仏さんいらっしゃい。久しぶりだよ、仏さん。うん。いやー、面白いな。
配信って面白いよな。もう変なやつばっかりだもんな。ご飯食べれるよ。ご飯食べれる？じゃあご飯休憩する？うん。じゃあ、あと5分で枠閉じるわ。のんたん。うん。じゃあ一旦のんたんがグラタン作ってくれたんで、エビグラタン作ってくれたんで、ご飯休憩取りますね。ちょっと今日、残り、今ね、多分ね、ポイント5000円分ぐらいもらえたんで、後半戦頑張ります。今月こそは目標達成したいと思ってるんで。頑張ります、残り。うん。ありがとうね、たくさん見に来てくれて。お、1000人も来たんだ。嬉しいな。ありがとうございます。うん。さすが佐野さんとか言ってね。酒場営業してる。やってるんじゃないかな、はるちゃん。やってると思うよ。だってそれ以外収入源ないでしょ。さすがに配信回してなかったら、支援してくれる人いないと思うから、酒場で、いや、切り盛りしてんでしょ？なんかでも、昔の人に聞いたけど、なんかキャバクラとかなんか、スナックみたいなのやってた時、うまくいってたらしいよ。すげえ。後半戦も楽しみ。ありがとう、みさきちゃん。バーガープレゼント。サンキュー。うん。後半も見に来てください、ぜひ。ダベりましょう。ねえ、せっかくね、1月が終わるんで。今年1月3日しか営業してないらしい。え？マジで？やってないの？ほんとさ、もったいねえよ。なんで？なんで店構えてやんないんだろうね。ピザ兄貴さんいらっしゃい。もったいねえよな。あれ、家賃いくらくらいすんだろう。結構いい場所だったよ。なんか人、なんかなんつうの？道頓堀っていうの。あの辺でしょ？なんか大阪の立地がよくわかんないけど。なんか歓楽街っていうか、人が溜まってそうな場所で。ガヤガヤしてたよ。シャンマンの店の周辺。マゼさんとかっていう人は支援続けてるんだろうね。あ、まあ、マゼさんはもうだって、生粋のうなちゃんファンじゃん。マゼさんは支援切らないでしょ。なんだかんだもう可愛い可愛いでしょ。俺、立川時代のうな知らないかんな。立川時代のうなは知らないんだけど、ポンちゃんと、ポンちゃんバーサスうな見たことある？もう腹抱えて笑うよ。ポンちゃんっているじゃん、暗黒の。沼ップのポンちゃん。ポンちゃんがまだ無名だった頃に、うなちゃんマンに喧嘩突を仕掛けた回があって、動画に残ってるから見てみ。ポンちゃんバーサス、ギャラドスって呼ばれてたのかな？ギャラドスバーサスうなみたいなのが。いやー、すげえな。あ、3日しか営業してないんだ。風船ありがとう。うん、最後に告知させてください。僕が作ったLINE スタンプ、発売してますので、もしよかったら LINE スタンプ、いいなと思ったら買ってください。今 URL 貼ります。LINE スタンプ。あと YouTube もチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ぜひ、YouTube もやってますんで、URL から、チャンネル登録してください。LINE スタンプはこちらです。うなに放送で何回も言われた仏は俺の昔の一番、一番してると、マジでいいね。でも、リスナーさんの中でこの人古いなっていうのは、やっぱね、切っても切れない関係だよ。俺もあるもん。個人的にリスナーさんに優越つけるつもりは一切ないけど、あ、この人昔からいるなっていう人はいっぱいあるよ、思い出のある人は。アシカくん、LINE スタンプぜひ買ってください。いいなと思ったらでいいよ、別に。結構ね、みんな使ってくれててありがたいことに。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ご飯食べたらまた枠開きます。花火くれた人ありがとうね。アイテムくれた人もありがとう。じゃあお疲れ様です。じゃあまた後で。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。